どなたかお助けを。最高です。
そうか。いかがした？承知した。嬉しい。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
いてみせようぞ。おお、マサユキ様。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。アイドリー、また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれるものも少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎政らを失った痛手は大きい。なればこそ
策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいです。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずともあの子たちは日々鍛錬に励んでおりますよ。早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちにな。父上、勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどうなさったのですか。ゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。素晴らしい。Thank you.
ご苦労様でございます。これは、アゼル様。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。今川家臣である瀬名殿と朝比奈殿がこの真田の里に来ている。話が漏れてしまってはことだからな。万が一他の今川軍に遭遇した場合は一人も逃がしてはならぬということですな。内決めにお任せよ。何だと？愚策である。いいな。ふん。無働きなど自慢にならぬ。愚策である。
それは。仕掛けておいて言えたことではないが、愉快ではない。当家には無縁であってほしいものだ。若、わしは生涯真田家に尽くす所存ですぞ。そうだな、お前の気持ちはありがたく受け取ろう。入ってますぜ。
か。忙しい忙しい。次の出場。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。ご武運を。これは正義。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。楽させてもらうよ。これより今川を攻める。父上、氏真には駿河一国を保つ器量はない。このままではいずれ徳川に、いや織田に飲み込まれよう。信長にこれ以上力を与えるわけにはいかんからね。はい、父上の王道をなすためにも。王城は黙っておりますまいな。そうだな。今川と北条の縁は深い。相模の獅子が敵に回るのは厄介じゃが、避けては通れぬこと。二人とも頼みとしておるよ。はい、父上。万全を尽くします。
て、始めるとするかね。全軍進撃、今川から駿河をもらうよ。お館様が志す王道が担保、この戦負けられぬ。守備の大役任せたよ。しかと務めてみせます。敵将討ち取った。敵将討ち取った。おのれ武田、裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。今川は恐れるに足らず。だが北条の遠兵には気を配らねばならぬ。寝返りを訳した世良様ら、まもなく着陣されます。ご苦労、調略の成果を見せる時だ。敵将討ち取ったよ。攻めかけよ。開門。ではこの戦楽に勝てそうだな。正幸の小賢しい策のいらぬのか。義元なき今川など武田の敵ではないわ。我らはこれよりは武田の将として戦う。氏真様、お許しあれ。までわしを裏切ると、なぜじゃ。いいかけん、不忠を働く者断じて許すまじ。あの者らを撃たせるわけにはいくまいぞ。味方に参じた者を切り捨てては、親方様の王道に傷をつけることになる。いっぱいでなかなか近づけません。寝返りは敵の士気を削いだはず。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。調略の受けの力、いささか見落ちる。しかもつい先日刃を交えたものだという。あまり当てにするべきではないが。家臣は寝返り、武田は勢い盛ん。勝てるはずがないよ。勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。武者として名をなそうと崩れる時は一瞬か。武田に戦闘。でも北条は同盟に従い、今川をお助けします。開門。
王は、いや天は今川を見捨てぬ。勝利条件変更。敵の陣容数など関係ないよ。武田軍の盛況さ、天下に示すは今ぞ。親方様に続け、今川も北条も一気に打ち破るぞ。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重参る。ジオウハチの北条綱重のご登場か。厄介なものを連れてきてくれた。あのようなものに勝てるはずがない。やはり今川に。正幸様の命で目付けとして参りました。共に綱重を打ちましょうぞ。承知いたした。正幸、さすが良い目配りだね。さあ皆の者、攻めに攻めよ。ちょっといいとこ見せちゃおうかね。本当に期待を裏切らないな。正幸、見事。資料の深いものの藤だね。でございます。その首もらい受ける。わしの不運もここまでじゃ。
敵将を討ち取ったり。救援攻撃。ところで終わるものか。攻めやすくなるね。苦戦救援攻このようなところで終わるものか。出番だ。良い働きだ正幸。お前はまさに真田の誉れだな。恐れ入ります。兄上がおられればこそ私も好きに働けます。無働きなど自慢にならぬ。宇治様、申し訳ありませんよ。もう終わりじゃのう。宇治様、すまんね。ルヌガは武田がいただくよ。敵将、撃ち取った。来る事態があろうと、我が軍は揺らがる。親方様がそこにおられる限り霊を破り国を犯す。それが王道なの。ただ自国の安泰のみを願うようでは王道はならぬ。それは確かだ。無働きなど自慢にならぬ。駿河攻略おめでとうございます。いやいや、浮かれてはおられん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の王道を阻めはしません。断じてさせません。